お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちら負けたらあかんって作者ね、進めていきたいなと思います。今日中にね、なんとかトロフィー4000目標にね、はい、やっていければいいかなと思います。というわけで、セールがね、来てます。美味しい。ウルトラレア宝箱がなんと3つか。いや、メガライトニング宝箱なのか、これは。いや、ウルトラレア宝箱っぽいですね。はい、ウルトラレア宝箱、とりあえず、まあ、3つね、ゲットしていきたいなと思います。さあ、1つ目を開封していく。何が出るかな？プリンちゃん。なんかね、ウルトラレア何が欲しいってなった時に、やっぱインドラ、ランバあたりかな？なんか、コメント欄で巨大スケルトンとメガナイト、僕どっち使うか悩んでて、メガナイトより巨大スケルトンの方がいいっていうのがもう9割超え。はい。だったので、ちょっとね、巨スケ集めたいので、メガナイトいらないかなと思います。さあ、続いた。あと2個ですね。いや、なので、まあ、巨スケと合う、やっぱランバーとか、まあ、その辺がね、当たるといいかな。アイスウィズでもいいんですよね。レベルちょっと高いので、アイウィズ来てくれたら普通に嬉しい。うえ！来た！来た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 ！いや、レベル12かな。最終は、目標。からのなんだ、あーママいやちょっと強そうだないやスケルトン部隊とかさ多いじゃん。いやだからワンチャンあるのかな。よしよしよし、ちょっと宝箱開けつつ、まだね余裕があるんですよ。ちゃんとねまだ動画内でしかやってなくて、最近全然やってなかったんですけど、負け作ちょっとね対戦に余裕があるので、今んとこねマズネク使っちゃいます。やんならマザネクのおかげで、いや、もう一個これあげれば、タワーレベル9になりますね。プリンちゃんちょっとあげて、さあ、タワーレベル9、キングレベル9、レベルアップ。いや、強すぎ。よし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 。で、ちょっとね、マザネクで遊んじゃおうかな。いや、これ何がいらないかな。なんか、マスケは一応火力枠で持っとかないといけない。アイウィズかな。いや、アイウィズもちょっと持っとかないと怖いので、まあ、ダクネはね、さよならして、メガナイトダクネ組めば余裕だったんですよ、今まで。ちょっとね、マザネクにして遊んじゃおう。遊ぶほど余裕がありますよ、今回。よし。いや、これで負けたらどうしよう、本当に。どうする？マザネク、ちょっと余裕こいて、マザネク使って負けましたなんて言ったら、俺もうぶったたかれるよ。終わるよ、マジで。本当に企画なめんなってマジで怒られそう。いや怖えけど、このトロ隊ってスケルトン部隊とかめっちゃいるんすよ。そうスケルトン部隊とか、まああとでもコウモリはそんないないかな、なんかガゴムレとかかな、いるんで。いや寝てんのかーい、なんでやねんまあまあまあ、そういうこともありますわな。いや出てきた。え、待って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 、レベル高い、レベル高い、急に急に、ちょっと待って待って、いや今ちょっとラグかったし、このようにちょっと共有します。メガナイトル踏むために必要なね、許容です。おらやば、レベル14抜きた。びっくりすぎる、なんかレベルの差がすごいな、アイテム。あ、ネクロとかもいるのか。じゃあ、マザネクはネクロとかに対しても強いのかもしれないですよね。わかんねえけど。まあ、今回マザネクはなんかね、何してたのっていう。マジで何もしてないんですけど、まあ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 、危ないですね。やっぱ他のね、ユニットレベル全部10っていうのが僕強いんですよね。相手はあってもやっぱ1枚か2枚レベル10とかなんで、僕はね、すべてがレベル10超えなので、すべては持ったか。まあ、結構ね、ウルトラレアが主にレベル10なので、でかいですね。さあ3700到達。セール欲しいな。宝箱開けてえな。宝箱開けてる時が一番楽しい。マジでよろしく。相手のタワーはレベル8と。まあ、この辺は多分負けないと思うんですよ。9とか来るとちょっと怖いけどね。さあ、ホグ7。まあ、マスケとプリンスでサンドイッチ。からのカウンター、さあ、どう止める？で、スケベルトン部隊来い。いや、来んのかい。なんなら来たらマザネクでちょっとしばき倒したいっすよね。だって、マザネクからさ、生まれた豚がレベル10だと思うんですよ。マザネクのレベルが10なんでね。そしたら、対戦相手どうなんだろう、どんぐらい削るんだろう。だからいつもこう、やっぱ、相手とレベルが一緒なんで、これ格上ね、格上魔女豚を出すってなったら、めっちゃ強いのかなとか思ってたんですけど、今んとこなんか、
すげえ微妙なんだよな。マザネクこのトロ体でもやっぱり微妙なのかな。あ、でも頑張ってるよ。ちょっと待って、頑張ってるのは分かるんだけど、なんか生まれたやつらも全員さ、その死んじゃうから意味がないっていう。いていていて、え、マザネク？マザネク？おい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 、いいよ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 、格上チンパン。さあ、アイスイズマザネクマスケットのこの遠距離ね、3兄弟みたいな、3姉妹的なね。よしよし。さあ、豚もね、程よく。いやー、豚レベル10ってなんかでも強そうっすよね。メガナイトの横にいるといい感じの盾役としてね。まあまあまあ、悪くはない、悪くはないっすね。まあでもダクネだったら多分もっと楽に勝てるんだろうなとか思いつつね。よし、次ゴボールとヒーラーがもらえるのか。まあ、ごぼうりぐらいならワンチャン使えそうだよな。でもイニレベ上げるのがマジで大変なんですよね。よろしく。うわ、バルーン来た。いや、僕の負け筋マルチでバルーンなんですよ。トルネー入れてないんで、まあ、一応体育は3枚ね今回。あ、マザネクもそろそろいらないかな。まあ、一応アイウィズと、あー、これマザネクコストがあればよかったな。まあ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 、なんか空がやっぱ怖い。陸が僕ちょっと強めなんですよね、多分。なので、空がちょっとだけ怖いんですけども。まあまあ、言うてか。今んとこユニレベぶっぱで戦えてますね。ナイス！ナイス！いやー、今日4000いけそうだな。4000からが本番っすもんね。マジで。キヨキヨさんのベストが4600なんですよ。なので、ちょっと4600いきたいねと思ってます。5000とかいけねえのかな。行きたい、気合で行きたい。よし、マザネクはちょっと今んとこ悪くはないんでね。まあいいわけでもないんで、ちょっと微妙なんですけど微妙なんだけど入れときます。なんかスケルトン部隊やっぱ 100% ぐらいでいるし、まあネクロとかこういう小屋にも、なんか、あ、小屋に強そうだな。え、待って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 、相手めっちゃ作らせてくれんじゃん。わ、ちょっとめんどくせえなー、なんか。いや、豚マジで頑張れ。本当に。結構豚にかかってるぞ、今回の相手。小物多いから。よしよしよし。いや、しかも、槍ゴブリンワンパンすんだな、このマザネク。ユニレベ高すぎて。これ、小屋壊す、と。で、これ真ん中、ここの助で、タワーで完封できるはずだけどなー、なんて思いつつ。オーケー。まあ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 、金の宝箱、まあ宝箱も一応大事にはなってくる。3800到達。さあ、あと200だ。セールなんか降ってこねえかな。まあ、4000いけばか。レジェンドで宝箱っすもんね。絶対強いっすよね、レジェンド宝箱。開けたすぎるな。でもレジェンドで宝箱開けてしまうと、もうそっから宝箱がマジでもらえないから、もうほぼその時点でのレベルで戦うことになるっすもんね。いや、そう考えたらやべえな。イニレベ10で5000とかいかないといけなくなっちゃう。うわー、これやべえ。いや、結構やばい。待って待って待って。やばいやばい、マザネク。マザネク、マスケ。やばい、マザネクのせいでやばい。いや、危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。危ねえ。いや、ナイス、豚。ナイスなのか？そろそろあれっすね。マザネク外します。いや、マザネク外さないと本当にね、負ける気がしてきた。怖すぎる。いや、でもまだ大丈夫か。どうしようかな。対空なくインドラとかもあるんですよ。インドラとベビドラもレベル10で使えて、アイシーズマスケダクネいて、ハンターもいて。いや、悩むな。なんかどれも強いんですよね。そう、対空枠。まあ、個人的にアイスイズは、なんだろうね、この大型とか、なんか火力高いのはやっぱスローにできるんで、個人的にアイスイズはやっぱ格上にも戦えると思ってるんですよね。だからアイウィズは正直使いたい。アイウィズインドラとかは結構ありな気がしないこともないかな。とりあえずこれ勝ってから考えるか。今んとこちょっとね、ワンチャン負けそう。いや、言うてか。これだって相手スケルトン部隊とかだと思うんで、これもうメガナイトの後ろにマザネクつけたら最強説ある。いや、このトロ隊だったらマザネク最強か？ほら。
行ってこーい、行ってこーい。で、高火力のプリンスもつけて、ジャンピング !OK。よし。いや、マザネク、このトロ体だと強いな。まあ、マザネクに限らないんですけど。うお、相手もマザネク出てきた。ちょっとびっくりした、びっくりした、びっくりした。いや、マジで、普段のこのマルチとか、僕、グラチャレでも、マザネク使ってる人に出会ったことないまであるんで、こう、今ね、マザネク出てきたらびっくりしちゃったっすね。ちょっと嬉しかったな。よし、ちょっとね、まともにっていうか、真面目にやらなきゃいけないので、常に真面目なんですけど、インドラでやっていきます。まあ、インドが、結構ね、大型にもいけるし、万能説ありますよね。ガコムレが来た時に、なんか、アイスイズマスキインドだけだと怖いのかな。どうなんだろうな。ハンターなのかな。いや、悩みすぎるさ。これ相手、タワーレベル7でちょっと低いんで、単純にこう、うまい説がありますね。よろしく。麦か。タワーレベル7やぞ。さては、麦説。ありがとうって言ってきてんな。麦っぽいな。かすりもしねえな。よし。さあ、インドラが活躍していくんじゃないでしょうか。エレキ持ってない限りは無双するぞ。さあ、ペッカーアイスイズ。いや、アイスピー。あれ?トロ3800の動きじゃねえな、これ。お、ザップ。ちょっと待って。間違いなくできるやつだぞ。いや、でも、ユニレベ。よし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 。さあ、これ、今の相手の見ました?いや、絶対うまいっすよ。けど、ユニレベによってね、相手も狂ってるから、これ。え?ユニレベ高すぎん?さあ、そして、まあ、相手はもうペッカとかを出したいと思うんですけど、もうここでね、スケルトン部隊。おい、グッドゲームかな?よし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 。さあ、もうちょっとで3級かな。今38行ったばっかだっけ?全然記憶が曖昧だな。次か。いや、次じゃ届かねえのか。なんかちょっとプレイヤーっぽかったっす。今ちょっと上手い人感があったっすね、相手。いやー、まあ両方いらないっすよね、正直。次勝てば、いや、届かねえか。なので、あと5勝かな?あと5勝で4000だと思いますね。よし、よろしく。お相手泣いてる。泣いてる、泣いてる、泣いてる。格上だからかな、俺が。いや、怖え。ちょっと待って。いや、待って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 。怖すぎる。俺のことを知ってる感じなのがマジで怖いよな。さあ、レイジー。いや、でも、ウィザード6。ユニレベ低い。さあ、単体プリンスで見せていく。さあ、ユニレベ10と9が襲ってくる。いや、メガナイト持ってくなー。持ってくねー、君。なんならキングまで追ってくんねえかな。いやー、ダックプリがうまいな。間違いなく相手はプレイヤー、うまい。ユニレベ7っすもんね。でもなんか余裕だな。全然こう負ける気がしないっすね。はい、僕でも。4000行き出したら僕のこのメガナイトは巨助にしてちょっとね、いじっていこうかなと思うんですけど、まだメガナイトで戦えますね。4000まではメガナイトで無双して、4000からは巨大スケルトンプラン。うわ、すげえ、そこから出すやつ、展開以上やね。うん。いや、ウッド、ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい。このスケウッドだって今んとこ麦とプレイ一緒で。アイスピー。え?今んとこマルチ上位と一緒っすよ、今動きが。届いてないけど、アイスピ。うわ、これやべえよ。ちょっと待って。おばあ、ちょっとアイグロックしてる。2.6 ゲン。え?ちょっと待って待って。おかしいおかしいおかしい。間違いなくうまいプレイヤー。で、でもユニレベゲーできそう。さ、最強のマスケ出して。うわ、待って。うますぎる。いや、でも、なんかユニレベで。近畿道か、これ。うますぎる、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 うますぎる。ちょっと待って待って待って。おかしいおかしいおかしい。え、待って、ワンチャン負ける俺、そしたら。いや、でもマスケがちょっかい出してる。いや、でけえ。やば。待って待って待って、ワンチャン負けそうでしたよね。ってか、え?トロ3800で、そんなプレイしてくるやついないっすよ。
いや、見ました、アイドル。鬼ボビー深かったっすよ。まあまあ、さすがに。さすがに僕だってメガナイト、アイブラホグメガナイトだけで完璧できたもんな。インドロムルシスケブ。いや、でも、こっから完璧に防衛されて、僕、削る手段がないんですよ。そう。もう攻めが通るかは、もうメガナイトの、ジャンプ次第なんでね。祈るだけっていう。よし。ヤマスケ強っ。で、僕はもう単体プリンスするだけっていう。なんかあそこの、ね、大砲器具うまいっすよね。さあ、スケルトン使った、この単体プリンスは、アイスピト？アイゴレ！いや、うますぎる。おかしいおかしいおかしい。トロ3800の動きじゃねえ。多分世界一相手が思ってる。ユニレベまでもおかしいっていうね。よしよし。いや、最強スケブーからのウッドか。あ、まあ、そりゃそうだ。いや、でもちょっと楽しくなってきたな。なんかここで 2.6 ホグ使ってるプレイヤーとかと出会うことになると思わないっすもんね。よし。よし。さあ、攻めてこいよ。最強のメガナイトで。踏み潰してやるぜ。うれ！よし。頑張れ。で、ちょっとアイビズとかこの辺に出して、おしゃれにね。さあ、攻めウッドが来るのか？攻めウッドが来るのか？うん、防衛ウッドを使った！よしよしよし。ふぅ。まあ、さすがに。ユニット残りすぎなんだよな。よし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 。でけえ。申し訳ねえな。ほんのちょっとだけ。よし、グッドゲーム。負けられないんですよ、僕は。あと3勝で、レジェンズ。うわ、待って、しかも、その前に、え？何あれ？あれか。なんだ？名前がわかんねえ。名前がわかんねえけど。いい宝箱がね、手に入る。よし。行きましょうか。いや、マッチングが。うわ、タワーレベル7。いや、うまいぞ。いや、そろそろデッキ怖くなってきたな。なんか、防衛マジで鉄壁。鉄壁を突破できないんですかね、これ。ゴブリンバレルとかいるのかな？巨大スケルトンプラスゴブリンバレルとか強いのかな？インドラスケルトン部隊みたいな。キョスケプリンス。いや、でも、対空が弱くなるかな？どうなんだ？逆に俺は今、防衛を強くしすぎてる説もまあ、ないこともないですよね。うわ、相手何も出してこんなやべえな、これ。待って。しかもレベル7やで、タワー。いや、何も出してこんやんけ。なんやこれ。相手が何も出してこないだけで俺勝手にダメージ受けちゃってるもんな。うわー、ちょっとやだな。うわー、いいザップすぎる。来たぞ。厄介な相手。なんだろうな。ゴースト。おっ。すごい来たから踏んじゃおう。お、え、戻る、ナイス。からの、いや、コウモリか。レベル5。いや、コウモリインドラを使い、何使い慣れてるわ、やばいな。よしよしよし。いや、メガナイト最強。いや、ナイス。いや、これもう一枚咲いたら単体プリンスゲーだな。まあ、インドがいるから、どうだろう。うん、ザップか。これでも、アイウィズだけでも結構削ると思うんですよ。格上アイウィズ。あ、アイウィズで落ちますね。よし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 。からの？からの？うん。相手なんかいたっけやと覚えてねえな。今、バルキリーサイドとかなんで。ふぅ、負けつぷりと、端前メガと。いらねえか。いや、できたら、あ、でもコウモリのサイクルが多分回ってくると思うんで、一回我慢します。あ、対空がちょっとやっぱ少ねえな。うん。スペルかな？スペルでなんかザップ系があったらよりいいのかなみたいな思ったり、思わなかったり。よし。攻めがないと最強。で、さっきバルキリーだったので、もう付け加えてあげて、勝ちかな。バルキリーがどっかに行きます。うん。うん。うん。いや、マスキーがインドラ射抜いてる。からの。これもマスケアイウィズゲーでコウモリ処理して勝ちじゃないですか。よしよしよし。いや、順調ですね。まあ、順調すぎるか。負けないっすよね、さすがに。あと2勝！あと1勝。いや、待って、宝箱ゲット。いや、でかい。これはでかい。
よし、さあ、いや、これマジで大事っすよ。宝箱引けなくなるのきついっすね。よし、ゴールド。いやー、ゴブリン。まあ、持ってないファルチェにしましょうか。いやー、これはね、ボムかな。ボムならワンチャン後半使える。アイスピードテスラはね、テスラは使わねえよな。ファイボー、ポイズンとクローンはさすがにポイズン。いや、ポイズンレベル10も、まあ、熱い。いつか使えそう。うわぁ、やば、これ。悩むなぁ。これ悩むなぁ。でも、ダクネって結局、架空ウィザードとネクロ。ウィザードネクロ環境でダクネって前ないんですよ。だから、ウッドにしました。いや、なんか、しょぼくね、宝箱。もっとくれてもよかったっすよ。まあ、あと2勝なので、とりあえずユニレベチンパンで、このまま行っちゃっていい気もしないことも。いや、キョスケやば。もう少しでレベル11なんだ。やっぱキョスケっすね。いやー、4000いったらキョスケプラスのデッキだな。キョスケだったら何がいいんだろうな。ゴブリンバレルとかのイメージがめっちゃあるんですけど、そんな集めてなかったな。まあ、とりあえずなんか、うわぁ。ケツバルーンか。これ、世界一のプレイヤーがね、よくやってる戦術なんで、今のところ相手は世界一のプレイヤーと全く同じっすね、実力は。うん。うわ、レイジか。レイジはやばい。ランバーの代わりか。ランバーの代わりをここで持ってきやがった。さあ、プリンスからの、ウッドをかまいたい。いやぁ、バスケ強すぎー。よし。オッケー、ワンパン。ナイス。さあ、あと、ラスト一緒かな。次で、4000。まあ、課題としては、やっぱり、このデッキはね、単体にだけ強いので、小物にやっぱ勝てるようにするってことかな。あとは、巨大スケルトンにしたら、こう、まあ、メガナイトでもなんですけど、火力がないんですよ。なんて言うんですかね。だから、ミニペッカとかプリンスみたいな火力がないので、巨大スケルトンだと相手がもしゴーレムとかロイジェイだった時に光栄は止まるんですけど、その本体が止まらないので、しっかりやっぱ火力セット、イントラをセットにするとか、アイスイズでスローをかけるのは絶対だとか、まあ、そういったのも意識してデッキを組まないといけないよねっていうのが大事になってきますね。さあ、さあ、U のホグ、これはね、ホグダメージ受けていいのでカウンターでね持っていきます。いや、これメガネでしたら絶対きついんですけど、いやー、一回待ってもいいかな。スケルトン部隊とかのコストがなかった。あ、ウッドとかのコストがなかった。あと、対空来たも困ったので。いや、これちょっとやべえかな。いや、まあまあ、言うて。これだと相手の方がやばいっすよね。インドラ一回悩むな。キョスケ行った時はにやめます。ウッドで構えます。いや、これは溶かしていい気がするな。いやー、いいスキムだ。いいウッドだ。ジャンピング。オッケー。からの、スケルトン部隊使ったから小物がいない。いや、これ、攻めプリンスでもうワンパンしましょうか。いや、いい延命だ。たまたま。よし。これもう無理でしょ。諦めなさい。バルキリーか？バルキリーを割り込ませるか？ガゴムレが出てくんのか？どっちなんだい？グテイッシャ！皆さん、夢のレジェンドです。いやー、チュートリアルがやっと終了しましたね。次回からはもう暴れますよ。本当に。次回からが本番ですからね。もう4000来た。なんか今、1があったっす。あれ？なんか、もうちょっと出迎えて。レジェンド来たのに、なんか、よこそみたいな。軽ーと思って。よし、最後にセール買います。かける6倍。でかい。いや、とりあえず、本当にここで、集めたいですね。できるだけいっぱい。さあ、メガライトニングなので、ちょっとカードを絞っていきたい。ウォールブレイカーいらないな。さすがにいらない。いや、これでアイビーズ。いやー、スキラマジでいらねえんだよ。スキラマジでいらねえし、クエイクもいらないな。いや、言うのはいらない。あって、いやー、メガライトもいらないんすよ。ちょっと待ってよ。ウルトラ、待って、すべてがいらないな、これ。少しずつ、あ、インドはワンチャン使えるから、ちょっと残して、ウォールブレイカーを強すぎ。キョスケとかハンターとかちょっと、あー、トルネか。トルネはね、使えないこともないっすよね。ちょっとトルネ一回温存します。で、レアを、あ、ファイボはいい、ファイボはいい。あ、となると
結構もうゴールに近づいてて、ノーマルはぶっちゃけトークンで全部ご利用せるのでいいとして、ウルトラレアいいんだな、いや取るね、いや悩むな、超悩むな。いやインドはね、あの変に外れるよりトルネもゴール、いやトルネか巨大スキルと、いやでもアイウィズ使いたい、いやマスティもいるしな、いやさてはトルネいらない、ちょっと変えます。うわバルーンか、いやバルーンちょっと待ってくれよ、バルーンも悪くないんすよ、いやでも待ってだよ、これがやりたもうね、いやねこれ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 いやデッキを完璧に決めとけばよかった、いやバルーン買います、来い、あーすげえな、無駄か、いや悪くはないけど悪くはないけどバルーンの方が良かったかもしれないっていうね、まあまあまあしょうがね、押せるんだったら押してしまうもんな。でまあ雪玉、あー迫撃にしよう、いやザップダーチャー、スペルなんか使うっすね、メガゴー。うわなんだこれ。まあ、ライトかな。ゴブジェイは多分使わないっすね。キョスケも必須なので使うのが。いや、ウルトラバカなんだよな。全然いらねえんだよな。マジでいらない。帰れよ、おじさん。おじちゃん帰ってくれよ。いやーこれはどっちだ、ダクネでも絶対いらないんですよマジで。スーパーレア、いやー渋いね、渋いよ、ウマスケラ、いやー渋いねー。さあレジェンド宝箱開封が終了しました。とりあえずあげれそうなのというか、ちょっとねこの辺だけ開けていき、次回デッキ組むところから始めれればいいかな的な感じでね思いますね。結構ユニレベ上げれそうなのは上げて、まあ使えそうなやつはね最後上げて、あとは次回のをね僕に託そうかなと思います。よし来た、もう準備は整いましたね。ユニレベ10付近、ゲントル4000、タワレベ9、これで5000までぶっちぎります。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。